終章無限。大阪夏の陣で幸村は徳川の大軍に果敢に立ち向かった。絶望的な状況にあってなお戦い抜いた彼の姿は人々に強い感銘を与え、真田日の本一の強者と称えられた。 大阪落城から数年、二代将軍秀忠のもと天下は太平を謳歌していた。真田の当主として上田を治める信行もようやく訪れた平穏をかみしめる。そんな中、町にはとあるわらべ歌が流行り始めていた。 未だに夢なのではないかと考えることがあります。戦のない世が本当に訪れただなんて。私もだ。だがこれは紛うことなき事実。家康様をはじめとする皆の尽力が導いた太平の世。はい、できることなら家康様にこの太平の世をもっと。 と安心されたのだろう。もう休ませて差し上げなくては。はいはい、そうですね。でもそれは信行様も同じではありませんか。私が？はい、城下の暮らしも安定しております。もっと自由に過ごされてもいいと思いますよ。 考えたこともなかったが。こんにちは。 様でございます。
Sonata. Achikochi blabla shite orimashita ga, tsui natsukashiku te tachiyotte shimaimashita. Watashi mo sou da. Koko de hajimete Nobuyuki-sama to Yukimura-sama ni owai shita no ga, tsui kinou no koto mitai desu yo. Soryo iisugi ka. Saigo made Yukimura o sasaete kureta koto, rei o yu. いえ、むしろ私やあいつの方が雪村様に支えられていたんですきっとそうかはいうんそれも違うかな支え支えられて家族って言ってくれたから今でも真田を家族と思ってくれるなら 戻ってこないか？は？忍びとしてもう一度使えろとは言わない。ただ、そなたの家だと思ってくれればいい。でも、ご迷惑がかかります。あっしはこれでも豊臣の落ち武者ですぜ。そんなことはどうとでもなる。それに迷惑をかけてかけられて それも家族だ。雪村様もご迷惑をおかけしました。父上もな。関ヶ原の後は本当に苦労したぞ。ですよね。またお世話になります。ああ、お帰り。
姉上。あらあら、信之、どうしました？神妙な顔をして。少し栗ごとを述べてもいいでしょうか？もちろんです、いくらでもどうぞ。時々考えてしまうのです。もしあの時、犬伏で父上や雪村と同じ道を歩んでいたらと。そうすれば真田は滅んでいたでしょうね。はい、けれど真田が二つに割れることもなかった。姉上に寂しい思いをさせることも。いえ、これは言い訳です。姉上にかこつけた申し訳ありません。構いません、寂しいのは本当のことです。あなただってそうでしょ、信之。はい。父上や雪村に会えないのはとても寂しい。けれど真田は割れてしまったのですか？うん。たとえ進む道を違えようと、家族は家族です。そうではありませんか？姉上。はい、はい、その通りです。昔、雪村に自分ができることをなさいと言ったことがあります。あの子はその通り、自分にできることをただ懸命にやり抜き、駆け抜けていきました。そんな雪村をあなたは幼い頃からずっと見守り、支え続けてきた。姉上。二人とも本当に良い子。私の自慢の弟たちです。異常ありません。おお。そなたはカイ殿だったか。ご無事であったのか。はい、生き残ってしまいました。何よりだ。雪村もきっと喜んでくれる。はい。ホム、カイと雪村の知り合いか？知り合いも何も、雪村様の兄君だよ。
真田信之と申します。カイドロ、こちらの方は？明智光秀の娘じゃ。弟子には世話になった。礼を申す。おほう、そうでしたか。茶々様を通じて雪村とも。うむ、思えば茶々は雪村と大手から変わった。心の支えであったのであろうな。絶対認めないでしょうけどね。素直ではないからな、茶々は。そこが可愛いのじゃが。私が何としても大阪城から連れ出せていれば。それは難しいことだったでしょう。そうですけど。茶々は死んではおらんぞ。ちょっと。約束したのじゃ。太平になったらまた二人で遊びに行こうと。あんた、あっちは約束を破らぬ。じゃからわらわはずっと待っておる。待っておるのじゃ、ちゃちゃ。うん、そうそうだよね。みんなきっとどこかで。おお、信行、貴様も来ておったのか。これは皆々様お揃いで。うむ、都は江戸に移ったとはいえ、大阪が重要な拠点であることは変わらないからな。私も景勝様のお供をして参上した次第。そうか。ところで信行、妙な噂があるが、貴様は承知しておるか。噂？よせ、政宗。こやつは当事者じゃ。知らぬ間にはめられるよりはよほどよかろう。一体何の話だ？関ヶ原の檻のことよ。秀忠様率いる4万の軍勢を真田が上田に釘付けにしよった。これはまた懐かしい話だな。それが今さら何の？あっぱれな真田の戦ぶりと世間では褒めそやされているが、秀忠様がわざと手を抜いていたという噂がある。お父上への逆進があったとまでな。バカバカしい。さような噂、大逆の。まだあるぞ。真田が取り潰しにならんのはその秘密を共有しているからだとな。国大変。まったく、真田存続はひとえに信行殿の功ゆえに。天下の伊達政宗公がさようなくだらぬ噂を真に受けるとは。なんじゃと。ことは真田への忠誠で済む話ではない。秀忠様のお立場が危うくなる。そういう話に持っていきたがる輩がいるということか。それを言いたかったのよ。この太平がつまらぬ噂で崩されてたまるものか。お前が秀忠様と懇意なのは事実。気をつけておけ。気にすることはないぞ、信行殿。信行殿の疑心疑う方がどうかしている。ありがとう、兼継殿。上杉の治世はいかがか。
努力あるのみ。楽とは到底言えぬが、家中一同力を合わせて尽くしておる。心配無用。そうか。大阪に来ると雪村を思い出す。影勝と。さようですな、影勝様。雪村の勇士、この目に焼き付いて離れませぬ。信行殿、あなたにも見せたかったが、いや、やはり困るな。我らが古典版にやられる姿など。まさに日の本一の強者。恐れ入ります。弟も喜びましょう。お召しに従い参上いたしました、秀忠様。ああ、久しいな、信行。ご無沙汰してしまい申し訳ございません。少し顔色が優れぬご様子。将軍などなるものではない。つまらぬ気苦労ばかりで何の役得もない。そういえば信行、知っておるか。こんなわらべ歌が流行っておるの。花のようなる秀頼様を、鬼のようなる真田が連れて。はい、何度か耳にしたことは。しかしまさか秀忠様まで。雪村の人気は大したものだ。これではどちらが勝ったやらわからん。だが、それも無理からぬこと。あの槍を受けた衝撃は今でも忘れられぬ。まさに日の本一の強者。お主の弟は大した男であったよ。ありがとうございます。されど秀忠様、そのような昔話をされるために私をお召しになったのではありますまい。やはり上田攻めの噂が元だ。ご心痛なのではありませんか。自業自得よ。こうなれば潔くなりません。どれだけ引き際がよかろうと、この噂を認めてしまえば徳川の屋台骨が揺らぎます。ようやく訪れた太平を崩すようなこと、断じてあってはなりません。雪村のためにも。ならばどうせよというのだ。真田へのご恩情がこたびの流言の原因ならば、真田に厳しく当たられればよいのです。上様はやはり上田の恨みを忘れておられぬと。待て、
天保などが妥当でしょう。因縁の上田を召し上げたとあれば。待てと言っている。太平のためでございます。私は父上に何一つ及ばぬが、たった一つだけ自慢できることがある。それは友を得たことだ。そのただ一つの誇りさえ捨てねばならぬか。太平とはそれほどのものか。もったいないお言葉。それだけで信行は十分報われております。父上がいかに重いものを背負っていたか、ようやく分かったような気がする。秀忠様、私も激怒したふりをしてみせ、天下を欺きましょう。私とてそれぐらいの芝居はできます。私は真田正幸の息子ですから。互いに難儀な父を持ったものだ。まことに。真田信幸、上田を召し上げ松代への天保を申し渡す。それは慎んで受けたまわります。寂しいですね。そうだな。花のようなる日で頼様を、鬼のようなるサナダが連れて。ここだのか。引き物いたよ、鹿児島へ。信行様。この声は。信行様。雪村、雪村。